よし、こう。ここな。でも、なんかすげえことなってんな。これなんやろ。よし、行きましょう。残留思念。これ聞いちゃおう。はい。オニールの。はい、主様。もちろんです。マシンは正常に作動しています。ああ。感謝します。セオドア神父様。もったいないお言葉で。あら。どうなったんやろ。恐怖から逃げるために進行しちゃったんかな。でも彼女は害はありません。彼女は、あ、さっきの女か。絶対に逆らいません。ユキコかな。もちろんやります。あなたのためなら。ユキコ殺せって言ったんかな。ユキコ、ほら製作室にいるんだ。みんな死んだら許可なんて関係ないだろ。ちょっと来てくれないかな。見せたいものがある。重要なものだ。すまない、ユキコ。でも命令なんだ。うわぁ、こうやって呼び出したんやね。ユキコ、そうやったみたいやで。って感じか。セオドアの影響の証。ここはどこも手をつけられてるな。どこも手をつけ、彼と交信する道具みたいだわ。これが宗教やな、完全に。これがだから爆発する爆弾かな。妙なものばかりだ。何か作っていたらしい。さっき言ってたものかしら。爆弾じゃん。いや、鏡は見ないよ。あ、ちょっと鏡見てこう。スライド見てこう。ちょっとスライド見てきます。よし、スライド見ようぜ。スライドショー見ようぜ。よし。さあ、新しいの。ここね、9番だけ抜けちゃってんだよね。これ多分だけど今取れないみたい。はい、これ見ましょう。あ、爆弾や。キッド、いるか？いるわ。あなたのためにね。あなたのためにね。すげえな、こいつ。失敗はこれで2度目だな。他人の頭に入る機会とはな。誰がこんなものを必要とする。他人の頭の中など知りたくもない。前回思い知った。ルビクの思惑は歪んだものだったけど、メビウスはその技術に可能性を見出した。人類を奴隷化できる可能性か。サイコパスの手に渡るよりマシよ。どうだかな。まさか人類統一とやらに賛成してないだろうな。あなたがルビクを止めていなければどうなってたかわからない。ルビクにしろメビウスにしろ、こんな技術は誰の手にも渡るべきじゃない、手に負えない力だ。悪用されてもおかしくないということですね。あとフィルム2枚。この先2枚あんのかな。ジェルちょうだい。よし、700ジェルモーター。それでは行きましょう。走っていった、ユキコが。ここ入ったらいいんかな。この先で壊してくれみたいな感じだったな。あ、赤ジェルある。セオドア・オレスを知ってるんだな。もちろん、採用部門のトップよ。あ、採用部門ね。でもステムで何をしているの。目的は。お前の知らないことが起きてるんだ。奴はリリーを欲しがってる。これ全然知らないんだ。オニールを見ただろう。必要なら誰にでも同じことをするだろう。リリーが手に入るならここを破壊することも厭わない。やつを止めないと。行かれてっからな。セオドア黒幕か。じゃあ、メビウスの社長じゃなかったんや、ボス。これが機械。破壊してくれてた。これは何。よくわからんが、安定化装置によく似てるな。とにかくオニールが言った通り、これを壊すとするか。大丈夫。当てもあることだしな。俺だ、セバスチャン。忘れられたかと思ったよ。クッキーの準備はできたか。ああ、早く使いたくてうずうずしてる。よし、ここの座標を送る。でかい銃も頼むぞ。狩りの時間だ。あら、了解。もう向かってる。はい、後で会おう。すぐ出たんや。
あ、来た。いいわ。こっちはほとんど終わったよ。爆発できる。準備ができたら声をかけてみたいな。ね、もういいんやろ。なんかあんのかな。会話すか。誰この人。ユキコ、教えてほしいことがある。エズメラルダ。エズメラルダを見ても驚かなかったな。驚かないわよ。ステムでよく見るもの。そうな。メビウスは全員顔見知りなのか。私がみんなを知ってるの。新しい人員の評価を任されてきたから。団らんのない大家族みたいだな。危険な仕事のサポートには彼女は最適な人材よ。優秀な兵士だから。兵士なんや。全くもってその通り。マイラ。マイラのことも知っているな。ええ、一緒に働いていたから。あら、旦那だけ知らんかったな。リリーが実験台にされるのなんで黙って見てられた。俺が死んだと言ったのはなぜだ。マイラの母性本能はとても強い。リリーに近づくためにメビウスに入ったのよ。それに実験とは手厳しいわね。リリーの待遇は良かったし、毎日母親と話すこともできた。あなたは死んだことにするって条件付きだけど、リリーのためを思ってのことだと思うわ。ああ、母性本能が少し暴走しただけだと願いたいね。すべて終わったら家族で話せるといいわね。セオドア。セオドアの世界を見た。あれが心を反映してるなら確実に精神に問題ありだ。だから強い力を持ってるのね。隠れて出てこないがな。影から操る方が簡単なのかも。なら引きずり出すまでだ。オニールが言ってたことが本当なら。確かめる方法は一つ。お前どうする。爆破の時お前は避難した方がいいかもな。そうね。オニールの別の作業室に面白いものがあったの。何？使えるものがないか見に行ってくるわ。そうな。分かった。ただ後で合流。でも終わったら拠点に戻るんだ。これを壊したら何が起きるか分からんからな。分かったわ。よし、個人かな。あとは？これ、俺これやったら帰ってこれないぜみたいなやつなのかな。もしかしたら。いいかい、セバスチャン。ぶっ飛ばしちまうぜみたいな。もう帰ってこれないけどいいかみたいな、そういう感じになるのかな。ないよな。開けようもた開けられんや。帰るんだったら今のうちだぜみたいな感じか。じゃあ、いやでもいいか、行っちまうか。はい。したいんだが。え？な、また？ユキコのことは知っていたんだ。知らない奴はいないよ。メビウスに入る前必ず彼女のオフィスに通されるからね。信用できるか。前ならできないって言ったかもね。だが組織に見捨てられた以上立場を考え直すだろう。ユキコも閉じ込められた身だ、うん、断言はできないんだな。嫌な奴じゃない。愛想はないけど、ただ人をモルモットみたいに見る奴はどうも苦手でね。何が起きる。これを吹き飛ばしたらどうなるかわからん。そうだね。でも少なくとも先手は打った。リリーから手を引けと言って聞き入れるとも思えない。善悪を解いて納得してくれる相手じゃなさそうだ。見つけ次第殺せってこと。覚悟しとけってことだ。何が起きてもおかしくないからな。もう殺さな。なお前なんでメビウスにいんの。悪気はないんだが、なんであんたみたいに賢いやつがメビウスなんかに入ったんだ。陸軍で爆発物を専門にしてたんだが、秘密工作のためにメビウスに出向してね。終わったらすぐ誘われたってわけ。それで簡単に同意したのか。かなり売り込みがうまくてさ。だけど契約の時多くは説明されなかった。まあ胸を張れない仕事もしてきた。でも盲目的に従うしかないんだ。逆らったらマイラに組織から抜けるチャンスがあるって言われた時は迷わなかった。ひどいこともしてきたけど少しは良心が残ってるからね。じゃあ起爆準備だ。これで爆破できるのか。余裕だよ。あんたが良ければいつでも行ける。はい、いつでもいいぞ。他の部屋の装備品を調べてくる。二人とも頑張ってね。はい、よし、じゃあ行くよ。え、こんな近くでバンクするの。開始まで3、2、1。
ワープさん近すぎたんちゃう？エズメラルダ、大丈夫か？なんで石この前隣の部屋でやらへんねん。どこだ？なんで隣の部屋でやらへんかってん。スイッチぐらい入ったでしょ。ねえ、セバスチャン・カスティアノス。だ、いつか。あなたは暗闇に入ることを拒む。私を光の元に探すのですか？軽率な行動でいつも破滅してきましたね。来なさい、待っています。わあ、呼び寄せられた。大事な娘に会いたいでしょ。会いたいです。行きなさい、はい、夢見た全てを確かめ。なんなんこれ。なにこれ。リリー、リリー、いるのか。なんなんこの人。チャプター10ですか。なんかあんのかな、このアイテムって。いるやん、敵。敵いるやん。こんなん倒せんの。アイテムあるわ。いたいた。気づかれてない。よかった。はい。スニークリ、斧をよこせ。斧は持ってるしか。じゃあ、あいつぶっ殺して、斧返して、斧コントに行こうよか。あっちの豚ぶっ殺して。いいよ、豚来な。ぶっ殺しやから来なよ。お前、物持ってんの？なんで、お前ら、斧好きやな。君も斧持ってるか。そうか。君たち斧みんな持ってくれてんのか。ありがたいけど。確かにありがたいけど。よっしゃい。弾いっぱいやもんな。しゃあないな。いろいろ散策しながら行くか。そっちだ。さっきこっちは女っち行ったもんな。はい、反対向いて。はい、はい、ご苦労さん。 OK。 見られてるようで見られていないという。はい、よっしゃ。あと1匹か、こいつ以外。声が聞こえるのはあと1匹ぐらいやな。はい、あそこもブクブクしてる。どこでワーワー言ってんやろ。ここ奥かな。ちょっとこの辺見てから行こう。あ、あった。何これ。ギア、ギアだ。ここにもある。これ何これ。ライトが動いてるだけか。椅子があるわ。あ、ハンドガン。絵の上に置いてある。あ、俺の世界や。カスティアーノの世界や。どこでワーワー言ってんの。こっち側から聞こえるんだけど。気のせい。なんか扉がある。あ、おてる方や。これおてる方や。ちょっと待って、いかんとこ。ちょっとまだいかない。このワーワー言うてるやつ、僕殺したい。あ、いるやん、そこや。そいつやん。バカだね、こいつ。おバカさんだわ。よいしょ、全滅。スニークしたったわ。
多分あそこの扉やばいっしょ。行ったらちょっと散策しよう、軽く散策しよう。ないね、もうないか。てかもうここにあれがあった、一番あハイヒール置いてあるわ、靴置いてある。あやった、キアラッキー。さっきの扉のとこどこ、これこの辺違う、あこの上なんかある、扉のところへんとこやった。これはアイス、これ通ったな、そこか。これ今ギア取ったとこでしょ、方向的にはここか。来てる、この扉のとこでしょ、来た。これリリーの部屋じゃないかい、リリーって書いてある。開けて入らんでいいんかな、一応ドア開けて入らなあかん、人形が。あこれどっかに置いてあったよね、あいつ寝たっけ、あの気持ち悪いやつが置いてたやつや。あーあの人形や、マイラの人形や、マイラが直してくれる人形。わお、ママは諦めなかった、パパとは違う。うわそんなん言うの、そん、いるで。ママは死にようとしたのに。あー自分の中の呵責か、ほらセバスチャンの呵責やで、これ絶対違う、そうじゃない、いるで。あそこまた一緒か、あなたはしくじり、彼女はなしとした、聞くことを拒む、二人とも失った、そして自分さえ見失った。そんなことないよ、分かったような口を聞くな。分かったよな、マイラは知っていたのです。願いを叶えるには服従し、組織に入るしかない。そうな、組織入ったん、入ってね、仮に入ったらシャカンってある。うわぁ二箇所ぐらいだわ。リリーの声、この子は2個ぐらいあったでしょ、今2個ぐらい出なかったけど、なんかめっちゃでかいね、あれ何あれ、あれ何、なんかぐるぐる回ってんやけど何あれ、ね、もう怒らないで、その何回もリリー、これ作業してるやついんのかな、どこにいる、あ向こうにもいるな、入ったわ、暗くて見えないはずやろお前。見つかっちゃったわ、やめてやめて、来ないで、今度使いたくないからお前で、こっちにもいるわ、出てきてるもん、しゃねん、しゃねん、殺さなしゃないわ、殺さなしゃない、もうさあどっちや、リリー俺反対向いてんな、こっちね、向かう方向はこっち行っちゃおうか、そろそろ光ってるところはこの辺大体一体やったでしょ、それ辺見ていこう、どこにいんの、どこどこで見てるやついんの、ああいつや、あぶね、何ですか、まだまあまあしぶといな、お前後ろ来てる、走ってセバッチャン、こいついるやん、あぶねー、おい、おーちょっと早い、こいつほんとマジ嫌いだわ、お前マジうざいわ、こいつマジうざいわ、ギアとか持ってんよこいつマジうざいわ、いいのもらっちまったわ、
なんかよこせ。なんかないんかな。手のひらになんか乗ったりせえへんのかな。ここは？あ、これ目的地でしょ。これ目的地でしょうが。もうちょい調べよう。こっち側見てない。え、なんかいる？ジェル。うわー、言うでしょ、どうせ。おー、言うんでしょ、お前ら。お前ら言うだろ。あ。よし。ちょっと嫌な、嫌な感じやから、こっち回ろう。ここ行き止まりやな。女神像ないな。オッケー、じゃあ行くか。よーし、行こう。行っちまうぜ。さあ、次は何だ？嘘。パパ散策しすぎたな、ごめんな。どうしてもね、戻れへんっぽいもん、ここ。この世界も戻れへんっぽいもん、それは散策しちゃうよ。あんなことがあってなお、再会を望みますか？はい。ああ、俺はリリーを見つけなければ。わかりました、では来なさい。当たり前やん、行くで。うわあ、なんか、いや、こんなとこで出てこられたら困んやけどな、俺は。行けへんわ。わあ、リリーなのか。リリーかな。本当にちょっと怖い。なんか首下げてるで、こいつ。狙えへんわ。お前リリーか。お前リリーな。リリー。うわあ、燃えたわ。そんな、リリー。燃えてるで、リリーが。会えましたね、大事な娘さんに。お前の幻覚やの。望んでいたことでしょう。わあ、後ろにいた。パパ。パパのせいよ。助けてくれなかったから。幻覚やから。違う。そうじゃない。助けようとした。助けたかった。うわ、燃えてるわ。前のルベも燃えてたもんな。お城伝いあんなに会いたかった娘やのに。やめろ、やめろ。あ、うわー、焼けてる、燃える。どうした？くしたか、お前。あなたは過去の過ちを繰り返す運命なのです。協力しない限りは。やべっす。協力するならあなたの望みを叶えましょう。マジっすか。マイラからリリーを奪うのです。ええー。私がコアの力を手にすれば、あなたは真に自由になれるでしょう。撃て、眉間にぶち込んでやら。銃で私は止められます。止まりますよ。今まで大体銃で言うこと聞かしてきたから。え？セバスチャン、どうして。え、嘘。エスペラルダやった。え、腹撃たれたやつに運ばれてんのかな。ほら、しっかりしな。退却だ。大丈夫？エスペラルダさん大丈夫？こいつ腹撃たれてんやから、助けてあげなあかんやん。やべ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 、こいつゾンビになると早くしないと。ほら、暗くなった。バッドエンド。なんか違ったんかな。やつに屈するんじゃない。死ぬぞ。いいか、
あのクソ野郎に借りを返すんだろ。